人との関係で母親の役割をする人がいなかった場合は大変ですよね。もうそれは自分でやんなきゃいけないから。自分で子供がと。そう。大変なことになっちゃう。それじゃあそういう母親の役割をする人を見つけないといけない。見つけ、まあ、子供が見つけるわけいかないから、例えばあの母親がいても父親がいてもそれぞれあの力のある人がいたとしても、うん、世間的にやっぱりほら追いまくられているとお仕事だとか、うん、親に緊張感が高いと、うん、子供に行くエネルギーが少なくなるじゃない、うん、子供が泣いてもうるせえなとか思う、うん、怒ったりなんかするじゃない、そうすると子供が困っていないのと同じことだし、うん、一番大事な逃げ込む場所がなくなっちゃうからやっぱりうまく育たないということになります。これはね案外と多いんですよ。だからいろいろ事件を起こす人もいろいろ調べてほしいんですが、うまくいってない人が多いんですよね。まあ、それ完全にねみんなうまくいくわけないけどね、ある程度屈折したらみんなあるんだけどね、それでも基本的なものの考え方っていうのはそういうことですよね。子供がまあ幼い時3歳ぐらいだったらまあ気づければ、うんうん、まあ、母親の接し方にできたりしますけど、うん、ある程度まあ中学生とか思春期になってくるとなかなか母親が気づいても、まあ、思春期難しいわね。難しいですよね、うん、難しいけど変わっていくんですよ。やっぱり一番変わりやすいのは小学校3年生ぐらいまで、うんうん、だから 早くね、まあ、心配だったらそういうところに行ってほしいと、もうコロッと変わりますから、うん、嘘みたいになる。ただね、あの子供がどもったりとか不登校だったりとかそういう表現の仕方は そういう子は親が割とね相談に行きやすいんですけど、笑い方がおかしいとか落ち着きがないとかだったらなかなか相談に来ないんだ、ね、だから本当はねそういうところで相談に行って真剣に相談に乗ってくれる人のところに行ってくれるといいと思うんですよね。そんなことは大したことないですよって返されたらこれ困っちゃう、うん、行動のことで一人遊びが多い。最近なんかゲームとかがやっぱり発達してきて、一人遊びをすることが多くなってきますよね。人との距離の取り方が下手な子供がやっぱ多くなって、だんだん増えてくる。大人でもほら、もうみんなこれやってんじゃない。はいはいはい、人と交わらないじゃん。で結局その人との距離を取らなくてもいい仕事だったらいいわけですよね。一人でやるような仕事だったら別にいいけど、まあ、仕事は生きられるけど、うん、でもいろんな意味で人間は人と付き合いながら集団を作って生きていく。集団にうまく入れないじゃないですか。いろんな組織があってうまく組織の中で入れないと思うし、だからその辺のところはね大きなこれからの社会の問題になっていくと思います。まあ、今のところはまだそんな激しいあれないけど、だからみんなほらマンションとかでこもってしまうじゃない、はい、楽でいい。でもいざという時にどういうことが起こるかね、それは人間の社会の大きなテーマですから。だから組織の中で生きていくのが苦手な大人が どんどん、ね、だんだん増えてくることは確かですね。社会の不適応のところでは、まあ、隠れたいたずらとかよく嘘をつくっていうのがありますけど、子供がよく、まあ、嘘をついたりとかして、うん、もう嘘だって分かるわけじゃないですか、うん、すぐ分かる、ね、すぐ分かる嘘をつくんですよ。それはだから親がその嘘をついたって分かった時は、うん、どういう対応をすればいいんですか。嘘ついちゃダメでしょって、まあ、普通は言いますよね。それだけだとダメなんですね。もっと深い意味があるじゃない。親にさえいい自分を見せなきゃいけない。その辺か考えて甘えの下手な子だから、うん、嘘をつくというのは手を差し伸べてあげなきゃいけない。親に対して嘘をついて、うん、まあ、親は嘘だってこう分かるわけじゃないですか。うんうん、じゃあどうしたらいいんだろうってなりますよね。その時はあの、うん、それはそうかなとか言ってればいい。そこで子供を激しくあのいじめたりしない。子供は本当の意味で親によく思われたいと思って嘘をつくわけだから。そこでぐちゃぐちゃにやったら子供はもう行くとこなくなっちゃう。だからそれはそれでそこは収めといて、何かの時にちょっと肩に手あげたり。言葉と声なんですけど、まあ、キンキン声とかハスキー声、はいはい、これってあの子供が突然ハスキー声になったりキンキン声になったりするんですか。突然じゃない、やっぱり日常です。ちょっとずつ変化していったら、いや親も分かりますよ。うちの子は、うん、声がおかしいんですよって聞く。でも大したことないと思ってる。耳鼻科に行けば治るかなって、そんな問題じゃなかったっていうことが多いです。急になったりし、それは病気だからね、急になったりするのは、それは医者に行かなきゃいけない。でも気がついたらこの子はもともとそういう生態というか、うん、持ってるんですよとかいうほど、あのちっちゃい頃から「ああなあなあ」っていうハスキー声の子がいたりとか、うん、もうキンキン声は多いですね。高い周波数で、うん、ちょっと真似できないけどね、そういう喋り方をする子がいて、その子はそんなもんだと思ってる。もうなんか違うんだ。その子もだってわざとやってるわけじゃないからね、うん、単に特徴とかじゃなくて後ろに何かが潜んでるというか、
変な緊張が高いんじゃないかなって思うことがあったの。声の問題っていうの。これ言葉の教室をやった時に偉い先生とかすごい言われて、声の問題をちゃんと記録しなさい。声の問題ってやつ、性格とかいろんなものにずっと影響するから。高音はね、高音と構える音、はい、要するに音を作る。日本語とは特にね、子音と母音でできてる。どもにこの治療で使ったんだけど、ヘッドホンかけてお互いにマイクで喋る。ヘッドホンの中にすごい音楽とか流すの。そうするとね、ここ喋ってるのがどもらない。要するにどもるというのは自分の声を出して聞いて、そこなんか緊張状態を作って、なんかうまくいかない、引っかかってしまうというのがある。だからその辺を断ち切っていくと、お互いがスラスラ喋って、それを今度はあの音楽をもちろん録音しないから、声だけで録音してみんなで聞かせると、すごいスムーズに両方が喋って、どもるの子同士で一時的なもの外すと思ったと思っちゃう。でもそれやってると別に自信がついてくる。どもらなくなってしまうよって、そういう治療例もあった。緊張がどもになるわけで、その緊張を取らない限りは、またどもってくる。どもじゃなくて、他の方に転移するの。大人になったらそれもね、やっぱり変われないんですよ。これ大学生にやりましたけど、かけてる時はうまくいきますけど、外したらあれがうまくいかない。子供の方、時だと、これをやってると、だんだんどもらなくなってくるんだけど、大人になってしまうと定着しちゃった、もうそういう喋り方が自分に身についてくるから、どうしても喋り方として一生懸命頑張ったんだけど、3年ぐらい結局ダメだったんですね。理論として分かりやすいお母さんの方が治療難しかった。でもね、子供変わっていくのはなんでかなと思う。知性の問題じゃない。自然に行動する行動の仕方っていうのはどこかあるんだと思う。子供の見方、この見方ってのは難しいよ。だから自然に思ってることがあるじゃない。あの子はこうだと、どっかで思って嫌だなとか、そうするとそれはもろにどっかに出てくるから、それは人間関係、夫婦関係だと同じことだし、親子関係だと同じだし、あの集団の中でも同じだし。子育てで嘘ついちゃダメですよって子供に言うじゃないですか、ええ、そういうのは大丈夫、いいんですかね。教育として嘘ついちゃダメだよっていう、まあ、それは構わない。嘘というのは非常に高度な人間の関係だから。でも子供の嘘はすぐ分かるからね、高度じゃないから。だから嘘をつく意味という、その子の意味というのは分かってあげないといけない。やたらに叱っちゃダメ。